運送業はこの先どうなると思いますか私は運転するのが好きでやってますかみたいなと思ってます。低賃金重労、重労働、この環境は変わってきますかえっと、ここ5年ぐらいはコロナのおかげでだいぶ給料がいいんじゃないですかね。そのアマゾンとか、まあ他の国だと結構運送業の人、給料めっちゃ上がってるってのがあって、なんかあのイギリスだと、あのなんか年収換算すると1000万円ぐらいで募集しても全然人集まらないみたいな話になってるらしいんですけど、なので、あの、 コロナの間は5年ぐらいは結構ドライバーはそれなりに収入が入ると思うんですけどただあの要はコロナでドライバーがいないからそこら辺を効率した方がいいよねとかドローンでやった方がいいよねっていうのは多分アメリカとか普及し始めると思うのでなのでそれによって長期的には厳しいかなと思うんですけどただなくなることはないと思いますよ。